教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。2023年最初の大きな炎上となったのは、理由までもなくスシローペロペロ事件でしょう。通称スシペロ事件を発端にして、飲食店や果てまではつい先日紹介した皿倉山の犯罪行為まで広がっていった。この迷惑行為で収まらない炎上劇、その一つであるクラス市でレーンを流れる寿司をひっつかんでそのまま食べて、微塩油差しからちょっぴ醤油を口の中に流し込むという行為において、ついに逮捕されるという事例まで発生しました。今回はこの迷惑行為についてと逮捕について紹介します。最初に、速報的な動画を出せなかったことについては、ディアブロ自身はこの逮捕されたことについては2023年3月8日の速報で知ってはいたのですが、どの問題なのかを把握しきれていなかったために動画にするのが遅れました。言い訳はここまでにしておいて、まずは該当の迷惑行為について軽くおさらいしていきましょう。該当の迷惑行為を行ったのは、逮捕された情報からよると住所不定無職の吉野亮が容疑者のようです。吉野亮が容疑者は2023年2月3日頃に問題が発覚しました。動画には吉野亮が容疑者がクラス市でレーンを回っている。寿司をそのままわしづかみにして口の中に入れて、その後醤油差しからちょっぴ口の中に醤油を流し込んだという行為でした。ディアブロは散々迷惑行為の動画を見てきたので感覚が麻痺しており、消毒液噴射事件や先日紹介した皿倉山の標識破壊事件などに比べればまだマシだと思えてしまっています。それでも悪質な行為であることには変わりありませんが、吉野亮が容疑者は自分が犯した行為について謝罪動画を上げているとのことです。それではその様子を見ていきましょう。この度は、お寿司を乱暴に扱ってすいませんでした。深く反省してます、一言言えるのは、これが成人した人間なのかということでしょう。人生舐めきっているような、そんな感じがします。行動の善悪なんて中学生くらいまでに身につけておいてほしいです。できれば小学校高学年までには良識を身につけておいてほしいですけど、謝罪動画を見て他の意見としては、あかんやろ、全然してへんやん、やっても謝れば済むと思ってんかな、謝罪すらニヤニヤしながらじゃ反省してるとは到底思えない、やっていいこととダメなことを親とか学校の道徳の時間とかに教わらなかったんですかね。自分も若い人の年代に入るけど、いい年して善悪の判断もできず平気でこういうことをする人が将来日本を背負っていくとか、本当に不安しかない。反省してなくて草、理性より本能が勝ってしまった結果がこれです。反省してなさそうな感じしてるな、反省してる目ではない、こいつはまた繰り返す、謝罪動画俺には笑ってるように見えるような、反省してないの分かってるから無駄だって W、 謝って許されると思わないように、人間謝り方ってのがあるやろ W、 全然反省が伝わらんのは私だけ、謝っても無理なんよ、というように反省が見られないという意見や、謝れば許されるものではないとする意見が多く見られました。吉野亮が容疑者は無事に逮捕されて、他に同行していたとされる19歳の男子と15歳の女子も同様に逮捕されています。逮捕されたことについては TBS ニュースディグから引用します。クラス市の微塩油差しに口をつける迷惑動画が投稿された事件で、逮捕された3人は名古屋のドン横と呼ばれた広場など居場所のない若者が集まるエリアに出入りしていたと見られることが分かりました。レーンを流れる寿司を手づかみで取り頬張る男、手に持った醤油をそのまま口に流し込みました。昨日逮捕された住居不定無職の吉野亮が容疑者21です。吉野容疑者は先月3日19歳の無職の男と自称15歳の少女と共に名古屋堺のクラス市で撮影したこの迷惑動画を SNS に投稿し、店の業務を妨害した疑いで今朝送検されました。これが一つの例として迷惑行為の抑止になればいいのですが、逮捕された後の吉野亮が容疑者はおおむね容疑は容認しているようですが、一部否認しているとのことです。 FNN プライムオンラインから引用します。住所不定無職の吉野亮が容疑者21は2月3日夜、名古屋市中区のクラス市で醤油差しの注ぎ口を直接口に含むなどする動画を撮影して SNS に投稿し、店の業務を妨害した疑いで逮捕、今日3月9日朝送検された。捜査関係者によると、吉野容疑者はクラス市には迷惑をかけ申し訳ないと容疑を概ね認める一方で、注ぎ口に直接
口は当たっていないと供述していることが新たに分かった。この事件では他に自称15歳の少女と19歳の男も逮捕されていて、警察は3人が名古屋の繁華街に集まるドン横キッズだったとみて経緯を調べている。クソみたいな言い訳だとは思います。そもそも口をつけていないどうのこうのの問題ではすでにないことを吉野亮が容疑者は分かっているのでしょうか。どこまで責任追及が行われるのかは分かりませんが、21歳にもなってこんなことをしでかして、さらにはほとんど反省の意が見えなかったことから、課せる最大の判決が出てほしいと思います。この逮捕されてからの言い訳についてネット上では、言い訳すればするほど寿司に油、いや火に油、炙ればもっと香ばしいネタが出てくるんでないか、どう見てもついてね。裁判になったらいかに反省してるかが重要だから、見苦しい言い訳すればするほど検察にそこを突かれて罰が重くなるのにね。残念ながら VAR 導入前なので判定は覆らない可能性が高いですね。軽い気持ちでやったのかもしれないけど、これで人生も終わったね。そういう問題じゃないんだよな言い訳が苦しい。裁判では大事な発言になるかもしれないけど、今はそこじゃないんだよ。当たったように見えてしまった時点でダメだろ。この思考は反省してないな。大事になって必死か、半笑いで謝罪しても後の祭りです。ま、もう文字通り逃げられないわけですがね。当たってないとかの問題じゃないし、心理的に迷惑と営業妨害になってるんだから。当たってないからセーフにはならない。当たっているように見えるだけでアウト。当たってようが当たってなかろうが、こういう動画を流したのが動かぬ証拠。そういう問題じゃないし、多分当たってるから偽証罪も追加だね。願わくば前科ついてほしい。当たらなきゃいいと思ってる時点でお察し。威力業務妨害だからあんまり関係ないんだよな。当たっていなくとも多くの人を不快にさせたことが問題なの。当たらなければセーフとか思ってるおつむが痛い。近づけようとする発想が出る時点アウトだと思うのだが、やった時点でアウト。ついている有無関係なしにアウトなので、何を言っているのかちょっとわからない。わら。言い訳するくらいなら初めからしなければいいのに。普通に食べてれば問題にならないのに。本人の言い分だとなお信用できんよな。というように論点が違うという反応や言い訳するくらいなら、そもそもするんじゃないというような反応が多かったです。いかがでしたか。今回はクラス市においての迷惑行為が、ついに逮捕されるも当人が反省していないということを取り上げました。ようやくここまで動けたのかという気持ちでいっぱいです。ただ、どこまで責任を追及されるかが、今回の最大の注目点だと思います。同行者の15歳の女子については少年法が適用されるので、そこまで重い判決はないとは思いますが、他の2人、特に主犯である吉野亮が容疑者については、できる限りの重い判決が下ることを願っています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。